部屋を新しくしました。カーテンにも壁紙にもぬくもりのある床にも思いは夫と同じです。娘が生まれる前に二人で旅したロマンチック街道、その終点は我が家の部屋にありました。トータルインテリアコーディネート、ロマンティッシュシュトラーセ通り。